こんにちは EPG パーツシャラーにようこそ私はネルー大学に留学している筑波大学の大学院生です本日のモジュールの題は天皇の生前退位についてですこれはペーパー14のモダンジャパニーズユーゼージ時事問題ですこのモジュールを勉強する目的は日本の皇室について理解し 現在の天皇に関する話題について学びます次は本文の背景からスタートします日本には古代から天皇制度が存在しています戦前は国家元首として存在していましたが戦後天皇は国の象徴として憲法上定められました現在の天皇は秋人という名を持ち第125代天皇として在位しています 2019年4月30日、根性天皇がその座を退きます天皇が退位されることは歴史上2度目のことであり江戸後期1817年の119代降格天皇の上位以来約200年ぶりの非常にまれな事態となっています。従来天皇は崩御をもって変わりますが 天皇陛下ご自身の意思で生前退位を天皇が退位されることは歴史上2度目のことであり江戸後期1817年の第119代降格天皇の上位以来約200年ぶりの非常にまれな事態となっています。従来天皇は法御をもって変わりますが 天皇陛下ご自身の意思で生前退位をご,ご決断になられた背景にはさまざまな理由があります次に天皇陛下のお気持ち表明についてお話しします2016年8月8日15時に日本全国で放送された「象徴としてのお務め」についての天皇陛下のお言葉というビデオメッセージにおいて天皇陛下は 現在の心境やご自身の身体について国民へご意向を表明されました日本全国で天皇陛下のお言葉が伝えられることは異例のことであり多くの反響を呼びました国民にお気持ち表明と呼ばれたこのビデオメス国民にお気持ち表明と呼ばれたこのビデオメッセージにおいて天皇陛下は以下のように語られました これより先は天皇陛下のビデオメッセージをそのまま読み上げさせていただきます。戦後70年という大きな節目を過ぎ、2年後には平成30年を迎えます。私も80を超え、体力の面などからさまざまな制約を覚えることもあり、ここ数年、天皇としての自らの歩みを振り返るとともに、 この先のの先自分の在り方や務めににつき思いを致すようになりました本日は社会の高齢化が進む中天皇もまた高齢となった場合どのような在り方が望ましいか天皇という立場上現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら私が個人としてこれまでに考えてきたことを話したいと思います。即位以来 私は国事行為を行うとともに日本憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましいやり方を日々模索しつつ過ごしてきました。伝統の継承者としてこれを守り続ける責任に深く思いをいたしさらに日々新たになる日本と世界の中にあって日本の皇室がいかに伝統を現代に生かし 生き生きとして社会に内在し人々の期待に応えていくかを考えつつ今日に至っていますそのような中何年か前のことになりますが二度の外科手術を受け加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃からこれから先従来のように重い勤めを果たすことが困難になった場合どのように 身を処していくことが国にとり国民にとりまた私の後を歩む後続にとり良いことであるかにつき考えるようになりましたすでに80を超え幸いに健康であるとは申せ次第に進む体の衰えを考慮するときこれまでのように全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが 難しくなるのではないかと案じています私が天皇の意についてからほぼ二十八年この間私は我が国における多くの喜びの時また悲しみの時を人々と共に過ごしてきました私はこれまで天皇の務めとして何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを 大切に考えてきましたが同時にことにあたっては時として人々の傍らに立ちその声に耳を傾け思いに寄り添うことも大切なことと考えてきました天皇が象徴であるとともに国民統合の象徴としての役割を果たすためには皇室が国民に 天皇という象徴の立場への理解を求めるとともに天皇もまた自らのありように深く感心し天皇が象徴であるとともに国民統合の象徴としての役割を果たすためには天皇が国民に天皇という象徴の立場への理解を求めるとともに天皇もまた自らのありように深く心し 国民に対する理解を深め常に国民と共にある自覚を自らのうちに育てる必要を感じてきましたこうした意味において日本の各地とりわけ遠隔の地や島々への旅も私は天皇の象徴的行為として大切なものと感じてきました皇太子の辞退も含めこれまで私が皇后と共に行ってきた 皇太子の時代も含めこれまで私が皇后と共に行ってきたほぼ全国に及ぶ旅は皇太子の時代も含めこれまで私が皇后と共に行ってきたほぼ全国に及ぶ旅は国内のどこにおいてもその地域を愛しその共同体を地道に支える C の人々のあることを私に認識させ 私がこの認識を持って天皇として大切な国民を思い国民のために祈るという務めを人々への深い信頼と敬愛を持って成し得たことは幸せなことでした。天皇の高齢化に伴う対処の仕方が国事行為やその象徴としての行為を限りなく縮小していくことには無理があろうと思われます。また、た天皇が未成年であったり、 重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には天皇の行為を代行する節制を置くまた天皇が未成年であったり重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられますしかしこの場合も天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま 生涯の終わりに至るまで天皇であありりり続けることに変わりはありません天皇が健康を損ない深刻な状態に立ち至った場合これまでにも見られたように社会が停滞し国民の暮らしにもさまざまな影響が及ぶことが懸念されます。さらにこれまでの皇室のしきたりとして天皇の終焉にあたっては重いもがりの行事が 連日ほぼ2ヶ月にわたって続きその後模擬に関連する行事が1年間続きますそのさまざまな行事と新時代に関わる諸行事が同時に進行することから行事に関わる人々とりわけ残される家族は非常に厳しい状況下に置かれざるを得ませんこうした事態を避けることはできないものだろうか ととの思いが胸に巨来することもありますは初めにも述べましたように憲法の下天皇は国政に関する機能を有しませんそうした中でこの度我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつこれからも皇室がどのような時にも国民と共にあり相携えてこの国の未来を築いていけるよう そして、象徴天皇のそうした中で、この度、我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相携えてこの国の未来を築いていけるよう、そして、象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことを一重に念じ、 ここに私の気持ちをお話しいたしました国民の理解を得られることを切に願っています以上が天皇陛下によるビデオメッセージの内容となっております、えー、このビデオメッセージの中で天皇陛下がおっしゃられていたもがりの行事というのはお葬式人が亡くなった時に行う様々な行事のことを指しています また模擬も同じような意味合いを持っております、えー、天皇は日本の象徴として全ての人に知られている存在そして非常に有名な国を代表する存在であるため天皇の死後さまざまな、えー、葬儀やそういった関連行事が執り行われます。 えー、このビデオメッセージで天皇陛下は生前退位という言葉を明言はされずご高齢による職名の影響や在位中の予期せぬ事故や天皇の葬儀などに関わる行事等による国家への負担を懸念されていることを述べられ国民からの理解を求められる形の意思表明となりました。ここの理由ととしてはは天皇は国政に干渉することが 日本国憲法によって禁止されているためです。そのため、直接的に対する旨を述べなかったんです。次に天皇陛下の隊に関わる対応についてお話しいたします。日本には元号もしくは和暦と呼ばれる制度があります。元号は記念法の一つで日本独自の暦を表します。 現在では天皇が変わる際に新たな元号が制定され発表されます今でも役所などでは和暦を使っており日本人にとっては慣れ親しんだ暦です今回天皇陛下が事前に大尉の意向を述べられた理由の一つには突然の死去などにより元号が変わることで 日本社会に混乱が起こることを危惧されたためだと言われています突然言語が変わることで役所などは書類の言語表記を改めその他の企業も書類を一新するなど多大な負担と混乱が起きます例えば私は平成9年生まれですが天皇が突然死去された場合その前後に生まれた子供は どちららののにになななるかかというのが明確ります、えー、そのため天皇陛下は2年以上も前にお気持ち表明をされたそういった背景には社会が新たな言語に円滑に対応できるようにそして日本社会に混乱が起きないようにという配慮が込められているのでしょう。 天皇という存在は象徴として国民全員が知っており信頼も厚いため今回の生前退位は日本全国だけではななく、世界中のニュースとなりました。4月30日の退位後5月1日から新たに現在の皇太子ヒト親王が天皇に在位され新たな元号が設定されます。